プロボクシング、スーパーフェザー級、58、9キロ以下、8回戦コータリシゲトシ、浜田寺から、29日、東京、高楽園ホール、元日本ミニマム級、47、6キロ以下、王者で、マイクロタイソン、の異名を取った石澤会、石澤、会、宇治の引退式が29日の高楽園工業で行われた。石澤氏は、 たくさんの思い出がある後楽園ホールで引退式ができて光栄です。たくさんの方に支えられて、選手生活を送ることができました。ありがとうございますの一言につきます、とコメント。M、T ジムの村野県会長は、人生の第二ラウンドを見守ってください、とリング上から挨拶した。その後、石沢氏は神妙な面持ちで10カウントのゴングを聞いた。今月23日に、 28歳になったばかりの石澤氏は神奈川、相模原市出身。子、中ではサッカーと空手に励み、中にから本格的にボクシングを始めた。武装高、日体大と進み、天戦績は28勝14敗。2017年6月にプロデビュー。18年11月、井上優が天ヶ崎亀屋、に6回 TKO 勝ちして日本ユース同級王座を獲得。 22年1月には森勝樹、大橋との日本同級王座決定戦を8回 TKO で制し、日本王者になると、3ヶ月後には当時 WBO 世界同級王者、谷口正隆、渡辺、二挑戦。だが、前日計量で体重超過し、試合も11回 TKO 負けした。その後、再起したものの、外国人選手に連敗。今年 レジースガノフ、フィリピンに8回 TK を大負けしたフィリピンでの試合を最後に現役引退を決めた。身長156センチのミニボクサーファイターで、強烈なパンチ力からマイクロタイソンのニックネームが付けられていた。戦績は11勝、10KO、4敗。今後については現在、英語の勉強をしているそうで、海外留学。